皆さん、こんにちは。パトカーに使われている車種といえば、主にセダンですが、過去には交通違反抑止効果を狙ってハイパワーなスポーツカーも導入されるなど様々でした。そこで今回は警察車両に採用された車についてご紹介します。1. スバルインプレッサ WRX-STI。 世界ラリー選手権で勝つためにスバルレガシー RS の後継として生まれたインプレッサ WRX はモータースポーツの世界だけでなく公道でのパフォーマンスも国内トップクラスの車でした。中でもインプレッサ WRX-STI はスバルのモータースポーツ用エンジンや車両開発などを担うスバルテクニカインターナショナルの手が入ったモデルで、エンジン、車種、サスペンション、エアロパーツなどそのままでも競技に出場できるくらいの性能を持ったモデルです。そのインプレッサ WRX-STI のパトカーが埼玉県警に存在しました。ラリーカーそのままのような大型バンパーとボンネット上のエアインテーク、巨大なリアスポイラーもパトカー仕様でも取り外されることがなかったばかりか、マフラーも STI のものが装着されたままで、イベントなどに登場すると水平対向エンジン独特のボクサーサウンドを響かせました。また STI 仕様ではありませんが、埼玉県警以外にも警察車両としてインプレッサ WRX や 1.5 リッターエンジン搭載モデルが採用され、ツートーンカラーのパトカーはもちろん覆面パトカーもあり、取り締まりや捜査活動に使用されていました。 2. 日産 GTR。 1980年代に市街地を巡回するケーラパトカーに日産スカイライン 2000GT が数多く導入されました。決して速い車ではありませんでしたが、それまでのパトカーの主流だったトヨタクラウンや日産セドリックの鈍重なイメージからすると、当時の若者の憧れでもあったスカイラインがパトカーとして登場したことでイメージを刷新する意味があったのかもしれません。その後スカイラインが高性能グレードである GTR を復活させ、交通警察隊に導入されると、 GTR のパトカーに狙われたら逃げられないとまで言われるようになりました。現行型である R35 型 GTR のパトカーを全国で初めて導入したのは栃木県警ですが、2018年に栃木県在住の個人による寄付という形で寄贈されました。 3. ホンダ NSX。 1990年に国内で発売されたホンダ NSX は世界初のオールアルミモノコックの車種に、最高出力280馬力の3リッター V 型6気筒 DOHC エンジンをミッドシップマウントした本格的スポーツカーです。当時、国内メーカーの乗用車では最高額でありながらも、バブル経済の追い風もあり、発売当初で3年分のバックオーダーを抱えたという逸話があります。外観や性能から和製スーパーカーと言われ、欧州製のスーパーカーを大きく上回る品質としたことで、スーパーカーの概念を変えた車として国内外で商業的な成功を収めました。そんな NSX ですが、1992年に栃木県警へ導入され話題になりました。
ホンダが栃木県警に寄贈したことが新聞でも報じられたほどです。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。